徳川家康の威父帝。定勝家、久松松平家総家初代。官位は、14位下、左近江県少将。永六三年正月、久松都勝の四、男として、尾張国坂部城で誕生。生後間もなく、威父系の松平元康より、家門に準じて、松平氏の称号並びに、青い門を賜う。威父系 家康に従い長篠の戦い、天目山の戦いに従軍した。天正十二年、小牧、長久手の戦いの蟹江城合戦に際し、二番乗りを上げる。戦後、橋場秀吉は家康に対して、貞勝を橋場家の養子にさせるように要求した。だが、聖母、お大の方の要望により、松平家に止められた。お大の方の子らのうち長京。 光源が常に本国を留守にし、また時系、勝都市も、かつて、今川氏を呼び会い、武田氏へ人質として出されていた結果、両足の指を失ったためであった。お台の方は、自分の側に我が子を置いておけないのを寂しく思い、抜子の定勝を武へ出すことを嫌ったのである。結局、家康の自慢である、およしが秀吉の養子になった。 このため、貞勝は、しばらくの間、家康からは疎んじられたとも言われている。室は、家康の口利きである。長篠の戦いの後、家康は、娘婿となった、奥平信政から、徳川家に侵入した際、武田家の人質になっていた一族を犠牲にしていた。人質には、信政の弟のほか、奥平一族の娘が含まれていた。家康は、 その妹を、伊布帝である貞勝の室に迎え入れることを決めた。それが二の丸殿である。天正十五年三月、父、利勝が、三河国岡崎城,城で死去し、三河安楽寺に葬る。天正十八年九月、下佐国小南三千国を賜る。慶長五年、四千国を加造され、伊勢国長島城主となる。 後に二万国を加増され、計二万七千国の領主となる。同六年二月、三千国を加増され、山内和豊に代わり、東う海国掛川藩主となる。その三ヶ月後、地獄した、沖上に助任する。沖主の官名は、歴代に渡り予告松山藩松平家の、廃領官名となる。慶長七年三月、 山城国伏見城で家康の十男が誕生した。家康は、この男子に定かつの陽明である長福丸の名を譲る、よう命じる。これにより、長福丸の名は、紀州徳川家の嫡男の名となる。同年8月、母、お台の方が伏見城で死去した。同月末、伝通院の霊宮が伏見城を出発その後営にあたる。 同十年五月、娘の阿姫が家康の養女となり、山内忠義と婚約する。家康より化粧料として、文後国山田号千国を阿姫に賜う。昭元寺の墓道十二年、伏見城台に就任する。玄奈元年、十四位下に昇る。玄奈三年、六万国を加増され、伊勢桑ワ藩十一万国の城主となる。一説には、翌年に、 家康が、駿府城において公教した際に、死の床で、家康から二代将軍、秀忠の相談役となるように遺言されたとも言われ、後に三代将軍、家光が大老職を設置した際も生前の定かつの存在を意識していたとも言われている。家康の死後、おいである秀忠から厚く敬われ、現那九年7月、秀忠より、自住職を勧められるも工事する。 その二ヶ月後、左この意見少々に任ぜられる。これにより、桑名少々殿と捧ぐ称される。寛永元年3月14日、居城、伊勢桑名城にて死去した。去年65、意外は、桑名少年寺に葬られた。礼拝は、江戸伝通院にも収められ、後に、松山大林寺、今治松芸院にも祀られる。文政6年、11代。 定通により、沖永福玉命の,の信号を送られ、松山城に、篠目神社を勘定し祀られる。信号は後に、篠目大明神と改められる。松江にフリーアナウンサーの松平忠志がいる。松山相談 AB 関制部などには、母は、帝都の女と記載。松山相談には、母は、即室村寺師と記載されている。ありがとうございます。